こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日はこまめのメンテナンスをしていこうと思っています。昨年次男に何度か故障するたびに直してもらって、それからは調子はいいです。でもまあ長く使ってるので、このホンダのオイルを交換をして、それからこれがフィルターを交換、フィルターです。プラグも交換をしようと思っています。その前にまずきれいに洗って、それからにしようかなと思っています。交換するときにワンポイントアドバイスじゃないけど、マサイロがいろいろ詳しいと思うき、ちょっと教えてもらいながらやるようにしましょうか。はい、それでは洗っていきます。前回このピンが1個折れたので、ちょっと違うピンでワイヤーで留めていますけど、このピンももう新しいのに交換しようと思っています。久保田から取り寄せてもらったので、ホンダのピンをね。はいはい、はい、これか。でもまあ綺麗にはなったよ。それこれでやったら、うん、これだったら綺麗になる。あ、そう。交代、はい、やっちゃおう。はいはい、はい、終わり。洗うの終わり、うん、終わり、綺麗になった、はい、まだそんなに古いことはないね。塗りがあるけど爪の周り、これ見ればかなり使いこなしたと思ったけど。使い込んだ、使い込んだ、そう。はい、あ、エアで飛ばす。今からですね、エアで飛ばしていくんですけど、エアがあったら、まあ、なかなか一般の家庭はないかもしれないですけど、エアがあったらエアで水分を全部飛ばしてしまう。そしたら自然乾燥じゃないんでいい感じになるというか。なんで今からちょっとエアでさーっと飛ばしていきます。はい、完成です。メンテナンス、油変えたりいろいろやっていく、うん、はい、はい、フィルターにプラグ、オイルとピンがね、1本折れて、寸法の違うのを私がホームセンターで買ってきて、ワイヤーで留めちゃうけど、純正のピン持ってきてもらったっけ、メーカーさんに。はい、それではですね、爪をとりあえず外して、これが仮のピンなんで、これを外して、でエンジンの油を抜いていきたいと思います。とりあえずまあピンを外します。どうして爪外すか。傾けないたらほらエンジン油が抜きやすいやん。今これやったらブチョブチョブチョってなるき、傾けたらいいかなと。動かん、だいぶ閉まっちゃう。オイル交換したことない。ない。これは閉まっちゃう。しまっちゃう。ちょっと真っ黒いやね。もうさすがに一回初めて帰ったら真っ黒やね。真っ黒や、ね、汚れちゃってこと。そう、うん、まあすぐ黒はなるはなるやけど、まあ汚れちゃう。あ、そう。一、うん、回も変えたこと、うん、まあそんなにこう変えて回すわけじゃないき大丈夫と思うけどね。エンジンをぬくめて、ほんでオイル変える人と、エンジンぬくめにつく変える人、2パターンあって。昔はほらエンジンをぬくめて、ほんで変えるいうことが多かったがやけど、まあそれ両方どっちがいうことはないがやけど、最近はエンジンぬくめずに、ぬくめんかったら下に沈殿するやん、そのいかんもんが、キリコというか粉が。けどエンジンぬくめたら全体に回るき、それが落ちてこん言うて、両方のパターンがあるがやけどね。
今回はあんまぬくめずそのまま帰るようにしちゃうけど、うん、結構黒い結構黒い、うん、これオイルが出んなのまで置いちゃったらいいですか。そうやね、今まだポタポタでいい、まあ、あんま変わらんけど、まあ一応ちょっと置いちゃったらこれもうちょっと寝かしておく、うん、からから、うん、まあ、出ゆきまだこうやってほらこうやって切って切るいうことまだ出ゆきちょっと置いちゃったら急いじゃせんろ。エンジンオイルを完全にというかもうタラタラ出てるんで抜いてる間に別の作業をねしていきたいと思います。エアクリーナーをホンダ純正のやつに交換します。品番はこんな感じですね。これはホンダで売り、いや久保田で取り寄せてもらった。あ、久保田大事点というか久保田で商品を取り寄せたけど、まあ、ホンダで売り、うん、ホンダ純正やけど、まあ、久保田から取ったと。これね、エアクリーナー時々エアで飛ばしたりしたら、まあ、再利用というか使えんことはないがやけど、やっぱしね、このこれ紙になっちゃうがやけど、うん、紙の目がやっぱし詰まってくるき、うん、やっぱりもう定期的には交換しちゃった方がいいと思います、うん。まあ、こっちが使って汚くなっちゃう方で、まあ、こっちはまあ比較的綺麗というか、だからまあ両方が同じような感じの色に、ほらこれが新品でこれが長年使ったやつ、まあ、これも最初からついちゃったもん。最初からのやつ何回かねエアで掃除したりしたけど、うん、まあ見ても全然違うというか、まあ、綺麗さがね、うん、まあ、こっち側は吸入の方なんでそんなに変わらんけどやっぱり絶対性能落ちるというか、うん、あのこれ何目が詰まっちゃう、うん、くさちゃう髪の目に詰まっていってそのためのフィルター液これを交換していきます。この中をちょっとだけ汚れちょったりしたら、まあ、拭いちゃったらフックがね、うちのところはあのキムタオルっていうちょっと専門的なやつがあるけど、これはキッチンペーパーでもティッシュやったらね、ティッシュはちょっと残るき、キッチンペーパーの方がいいと思います。クリーナーも変えるだけなんで別に、なんだこれで終わりです。油 もうだいぶこれ見てもらったらもうあんまこれバーッと出てこんなっちゅうきもう抜けちゅうがないのかね。これで油も抜けたと思いますんで、これで忘れんように締めやすれんように、もうその時どん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 、これめちゃくちゃ締めんでいいけど、今めちゃくちゃ締まっちゃったけどキュッと締まるくらいで、キュッとってどれくらい、キュッとキュッと、ここからギューッと締めたら多分この角度がこの辺ぐらいまで締まると思うけど、こんなに締めたら次よう緩めんき最後キュッといったらもうこうキュッと動くぐらいで全然ええと思います。紙を敷いてたんでこの部分どこもあんまし汚れず油つかず、じゃあオイルから。オイルはねこれまたホンダ純正の 10W の30っていう汎用のオイルです。これもねもともとこういう耕運機というかあのトラクターというかこういう機械は名護を使うっていうかのような設計になっちゃうと思うき、社外品の安いやつとか入れつくもう純正のオイルを買うた方が無難というか、うん、もうそこでチャレンジする必要はないと思うき、ホンダ純正のオイルをお勧めします。これほんで前も話したかもしれんけどゲージとかないんでギリギリいっぱいまで上いっぱいまで入れるように、袋入れた後に最後エンジンかけて最後見た方がいい。そうやね、見て一回回してみちょってひょっとしたらまあ大丈夫やと思うけど隙間があのなんていう空気が入っちゃってそこにも回って減ることもあるき、うん、一回確認はしとった方がいいかもしれんね、うん、少なくなったら足すということ。そうやね、オイルの色も全然違うの。違う
さっきの真っ黒やったけど、これ黒くない、透明色みたいな色、うん、何リットル入るわよ、これ分からん、書いてない、書いてないですね、結構入る、結構入る、何リットル入るか、道が見てない、漏れやせんでね、出たバー入るわよ、上まで来ちゅうけど、うん、入れてたら何もでも入るわよ、うん、上まで来ちゅうやん、何もでも入る、どっかから漏れやせんよね、これバーでええがよ、ちょっと入れすぎかな、これを見たらどうこれ、うん、ああ、そこが一番上と一番下ということ、うん、ここに段がおってネジのところということやないかと思うけど、これ入れすぎなのかもわからんけど、うん、にかけてみたらいいな、うん、これでこれがアマチュー、アマチュー3分の1ぐらいはアマチュー、とりあえずこれ見たらもうちょっと少なくてもええような、うん、こう見たらネジのいっぱいまでくるがじゃのうて、ちょっとエンジンかけてみて量を見てみて減らんようやったらちょっとだけ抜こうかな、これでちょっとエンジンを、これでちょっと入りすぎかな、これ見たらね、まあけど構わんけど負けんかったらいいのやね、満タンでいい、うん、ええと思うよ、じゃあ満タンでこれで、オイル交換完了、はい、オイル交換完了です、次この爪のところのピンを、まあ、変えようかと思ってバラしながらですけど、こんな感じでね、ちびてくるというか、消耗してくる、うん、こう荷がやっぱしかかる木、こういう風に減ってくると、でこうなってきたらここでポキッと折れたりここで折れたりしてピンが折れるんで、まあ時々見てあげて変えた方が、まあ、時々言うともだいぶならなくなかなか壊れんもんなんですけど、ほんでね、新しいピンがこれなんですけど、こういう感じで、ん？これ長さが違うで、あれ？違う、長さが違う、これいかん、あ、そう、うん、ちなみにこっちはね、もう変えたがですけど、あれ？これいかんや、こんな動いてるいかん、あ、そうなの、うん、これ長さ違うき、久保田で変えてもらわない、まあ、ざっくりよかったらこの腰下というか、これが50ミリで、ピンの穴のところまでが45ミリ、はい、こっちはね、こっちは55ミリの50ミリやき、5ミリこっちが長いき、これ多分間違うちゅうね、はい、これ変えてもらえる、はい、ということで、うん、とりあえず元の状態に踏んでいきます、はい、これでピンのところをワイヤーロックで、うん、あんたの車に積んじゃったろ、あ、これやろ、これやろ、そうそう、これすることによっても勝手に外れることは絶対ないき、うん、はい、で反対側もワイヤーロックを今回仮でやっておきます、うん、この部品ですけど短くて足らんかった分ホームセンターでこうやってみて、ひょっとしたら50ミリの45のピンのところあるやつがホームセンターで売りるかもわからんね、一般のお客さんだったらひょっとしたらホームセンターで測ってこうやってきたらいけるかもわかりません、まあ、こんな感じでワイヤーロックしてとりあえず応急処置で乗れるようにはしてます、うん、次はですね、プラグを交換していくわけですけど、プラグね、こんな感じで、この頭がちょっと細いタイプ、こんな感じでね、頭が細いタイプなんで、これもまあ純正の品番はこれになります。これを、まあちょっと特殊なんで、プラグの頭がちょっと細いやつなんで、それを探してからこうできた方がいいと思います。これで外して、こんな感じですね。これも新車から交換してない。プラグはね、ちょっと待ってよ、見てみるっけ。そんなに、これ新品とフルの違いですけど、そんなにダメにはなってないですね、これ。ダメになってきたら、この突起のこっち側のやつとかが、角が今出中やけど、それはまん丸になってくる。
角のところからこう火花が飛ぶような感じなんで、めちゃめちゃちびちゅうということはないですね。曲がっちゅう、鍵になっちゅう方じゃなくて下から、まあ、両方そうやけど、両方角から角に火花飛ぶやけど、下っかの方が普通はまっすぐというか、これはもう全然ちびって飲むってまだまだ使えるような感じではあるぐらいですけど、まあまあもう凍ってるんで新品に変えるぐらいですけど、これカーボンが追従器言うて、昔はねワイヤーブラシで磨くぐらいでやれたけど、やらん方がいい。もうこれはすごいシビアなところへ、もういかんかなと思ったら交換で綺麗にしようと思わん方がいい。もう新品買うてもそんなめっちゃ高いもんじゃないんで、プラグすごい重要なんで、変に磨いたりとか、このギャップを変えたりとか、この隙間を変える人らもおるがやけど、昔は、今は多分そんな人おらんと思うがやけど、まあ変なことはせず新品に交換した方がいいと思います。これもね、締めすぎたら用ないき、手でギュッと締まるとこまでいっちゃって、プラグレンチつけて、でこれをこれワッシャー、潰れるワッシャー配置き、これぐらいじゃいかんというか、もうちょっと締めないかんというか、これで密閉度上げていくき、こんなもんかな。そんなめちゃくちゃかけんけど、キュッとかけるというか、これで奥までカチッといったら、こうか。これで一応オーバーホール終わりかな。完成。ちょっと下を下ろしてエンジンかけてみろうか。はい。エンジンをかけてみます。かかり意外な。オッケー。かかりようない、うん、なんかプッとやった時にスッとかかることない、うん、音がね、プラグを、音が軽いような気がする。プラグをね、新品に変えたらちびちゃあせんかっても性能が絶対上がるわよ。あ、そう、うん、最初も言うたけど、この今の状態やったら別に許容範囲内のプラグ長いけど、これ新品に変えたらエンジンのかかりがね全然ようになったりとか、うん、オートバイラーやったらプラグをね新品に変えたらパワーが上がったりする。そのちょっとの間やけどね、多分全然かかりもようになるはずやき、これでバリバリ働いてください。はい、はい、息子にメンテナンスをしてもらって、すごく音が良くなったような気がしますが、私はこのコマメすごく使うんです。何回も何回も耕すので、すごい頼りにしてます。これでまた1年間快適に耕すことができると思います。今日はありがとう。いい。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。これで1年間また楽勝。とにかくもみ殻を入れて耕して、米ぬかを入れて耕して、水をかけては耕してという、こまめはもうフル稼働してますので。故障すると仕事にならない。また何かあったら言うてくれたら、はい、お願いします、はい、お願いします。ありがとうございました。ニコ。それからこれがフィルターを交換、フィルターです。今からですね、エアで飛ばしていくんですけど、エアがあったら、まあ、なかなか一般の家庭はないかもしれないですけど、エアがあったらエアで水分を全部飛ばしてしまう。そしたら自然乾燥じゃないんでいい感じになるというか、今これやったらブチョブチョブチョってなるき、真っ黒じゃない。もうさすがに一回初めて帰ったら真っ黒やね。真っ黒やね。汚れちゃうってこと。まあ汚れちゃう。あ、そう。うん。一回も帰ったこと。手の落ちちゃうというか、うん、あの、この何？目が詰まっちゃう。うん。くさっちゃう。髪の、今めちゃくちゃ締まっちゃったけど、キュッと締まるくらいで。キュッとってどれぐらい？キュッとキュッと、うん、こっからギュッと締めたら、こんなに締めたら次よう緩めんき、最後キュッといったらもうこうキュッと動くぐらい、うん、時々言うともうだいぶならなな、これになります。なんかプッとやった時にスッとかかることない、うん、音がね、プラグを、音が軽いような気がする。